キエンサー軍は、台南部、スラートターニー県にある軍である。もともと、中国人がターピー川を、船底をしてこの地までやってきて、銀ャで取引にやってくる地元の人と商売した。このため、この地区は、クーイエンサーと呼ばれていたがそれがなまって、キエンサーと呼ばれるようになった。1970年12月15日、バンナーサー案軍から、タムボンキエンサーと、 タムボンプアンプロム高音が分離し、軍軍として成立した。1974年4月1日、軍に昇格した。ノーントントーン近緑区軍の東にターピー川が流れており、軍の東の境界線となっている。このターピー川は、軍内の重要な水源となっている。軍内のほとんどの領域は、農業用に使われているが、ターピー川沿いの沼地は一部が、 ノーントントン近領区として保護されている。軍東部はやや山勝ちになっている。交通は国道44号線が南西から北東に通っており、南西にアーオルック方面、北東にカーンチャナディット方面とつながっている。国道4219号線が東西に通っており東にバーンナードゥーム群、西に国道4246号線とつながっており、 バーアンター君方面とつながっている。軍内の主要な産業は農業と商業である。農業ではパラゴムの木、ヤシ、コーヒーの木が生産されている。軍庁舎群は5のタムボンに分かれ、さらにその階に50人の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には4つのタムボン自治体がある。ありがとうございます。